今回はこれで本当に日本と戦うつもりなのか日本を仮想敵国とする韓国軍の実態を紹介します。某国のイージス著第3弾著者よりイージス艦級にお届けするファン必読の軍事ネタ編韓国軍が誇る最新鋭の兵器戦闘機潜水艦軍艦は 日本を仮想敵国として戦えるのか、ますます激化する日韓関係韓国のむちゃくちゃな論法戦術は一貫して軍事情報にも発揮されその中にはたくさんの笑いのネタがあるのです全日作の「韓国と関わるな」非韓語原則に続き本著でも日本人なら「 大きく構えドーンと笑ってやりましょうと説いているいやいや本当に面白い長きにわたる国際問題をこれをユーモラスかつ弁舌鋭く書けるとは著者の語り口の巧みさにはこちらも舌を巻くばかり今回も独特の文章力でぐいぐい読ませます恥知らずで下品な韓国だけじゃなく北朝鮮の話も興味深い全日作の「 韓国と関わるな、非看護原則、そして面白半日チャンネルもおすすめ。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。